おはようございます。塚原農園です。今日は小松菜の種まきをしたいと思います。今日まく小松菜なんですけれども、ほうれん草と、ほとんど同じです。昨日ですね、投稿しました。こちらにあるほうれん草、この巻き方と同じになるんですけれども、小松菜の種まきは1年を通してほうれん草と同じく10月頃になってくると1年通して一番栽培しやすいです。小松菜美味しいですよね。小松菜いろいろな料理に使えます。小松菜はカルシウムが豊富ですね。でいろいろな料理、他の食材と組み合わせることによって、いろいろとビタミンとかも吸収するのも、より高まるということで、いろいろな料理に活躍できる旬の食材、秋と冬と栽培ができます。もちろん春も収穫するために、栽培できるんですけれども、やっぱり10月が一番おすすめですね。で今ここ慣らしているところなんですけれども、ほうれん草と同じで堆肥、また空洞石灰、あと化成肥料をそれぞれ、入れてあります。でほうれん草よりは石灰は、そんなに使えません。キャベツ、ブロッコリーと同じぐらいですね。縦横1メートルでだいたい1つかみぐらい、2つかみぐらいかな。化成肥料も空洞石灰もだいたい 100g ぐらい入っているといいですね。とりあえずこのまく前は畝となるところになりますので、ここはスコップを使って耕しました。で下は柔らかいです。で、ただデコボコしていたので、なんとなくこう平らにしただけですね。で今日も機械を、使わず、こちらに畝を、種をまくために畝を台形状になるように作ってきます。必要に応じて1本2本3本4本とやっていただくんですけれども、畝の幅を1メートル近く広くして、12345 6畳巻きとかでもいいんですけれども、そんなにスペースがないと、ほんのちょこっとでいいよと言われる方は、やっぱり畝はだいたい60センチぐらいで足を開いていただいて、で印をつけたところに種をまいた方がすごく簡単に手も届きやすいので、巻きやすい、体にも負担がないということで、今回も機械を使わずやらせていただきたいと思います。それでは今回小松菜、じゃあ3本ですね、畝を作っていきます。もうほうれん草の延長にします。一応ほうれん草と区切りをつけるために、ここ横に歩く通路は一応設けておきます。このようにせずに、ほうれん草そのまま畝を続けて、その次に小松菜でも構いません。やっていきましょう。まず1本目、足を開いていただきます。でこの間隔をまずメジャーとかスケール、物差しとかでだいたい60センチを測っておくんですね。このぐらい開いたら60センチだなと、そのままの状態で、こうやってゆっくりとまっすぐ斜め前を見ながら、ゆっくりと歩いてください。このようにして歩いていただきます。これで1本目、もう畝の溝がつけられました、で次隣に移っていただきます。でまた同じように足を開いていただいて、まっすぐ少し前、だいたい私いつも歩く時は2メートル先を見てます。真下を見ると曲がっちゃうんですね。これ何度もやっていれば自然と慣れます。やっぱり最初は私もぐねぐね曲がってました。こう自宅でちょこっと食べるぐらいだったら、本当これ簡単にできます。小松菜はすごく簡単です。ほうれん草の方がどちらかといえば難しいですね。育てやすさ、発芽率とか育てやすさに考えると、小松菜は比較的簡単な部類に入りますね。でさすがにこう何て言うんですか、土地の質によってはゴロ土が多いところ、私いつもこのように簡単にやってますけれども、やっぱりゴロゴロしたところってありますよね。ただこうやって踏みつけただけでは溝がどうしてもつけられない方は三角ゴワなどで溝を切るだけでもいいですね。何度か往復して、よく排水路ができるようにと溝を切っていきましょう。はい、今溝を、ただ歩っただけなんですけれども、こちらに1、2、3と3つ畝が出来上がりました。足を開いてこの下のところのくぼんでいる溝のところの一番下のなるところは60センチなんですが、台形状になってだんだん上に行くに従って幅は狭くなっているので、この1本の畝の高さの一番上のところ、そう昨日ちょっと言い間違えたんですけど、高さではなくてこの上のところの幅ですね。ここはだいたい40センチぐらいになってます。で、溝が切ってあるのでこの畝のに対して全ての溝はだいたい、体重で下げただけなんですけれども5センチか10センチぐらい程度ついてるだけです。小松菜は硫黄病、あと白サビ病っていうのが代表的にこの2つがすごく多いんですけれども、そういったものを出さないためにはきちんと排水路を設けて湿気がないような畑にしてあげるということですね。はい、それでは種をまくために次は水をつけていきます。今回もこちらアルミの整地板ですね。これでクッと押し付けて、水をつけていきます。ちょっとなんとなくですねイメージでご覧ください。ではまず手前側からやっていきます。はい、これ1つの畝ですね。ここからここまでが40センチになってます。で、ちょこっと内側にずらして、まず1個目、水をつけます。畝に対して平行に、ラインをつけていきましょう。で、下にくっつけた状態で少し力を斜めに入れます。クッと。で、これで離すともう自然と1センチの深さの V の字の溝が切れてます。で、ここから15センチ離れたところを目安にまた平行にしてクッと下に押し付けます。はい、これで2本目もう1つの畝で2畳溝が切れました。こんな感じで3つの畝にやっていきます。合計6畳できるということです。小松菜は、結構ね好みがありますね。いや本当に柔らかいものが好きな方で結構大きくさせてしっかりと葉っぱがしっかりとした感じのものが好きだよという方がねいろいろあります。直売所などでも硬いのよりも柔らかいの欲しいよと言われる方もいますし、もうちょっと大きくてしっかりしたのが欲しいなとかね、人それぞれなのでですけれども、小松菜もほうれん草と同じであまり混み合わせずに栽培をすることですね。柔らかい方は小さなうちに食べていただく。で細かく巻いてしまうと、大きさの差っていうのもあるんですけれども、他にも病気がですね出ちゃうんですね。その病気を発生させないために株と株の間、株間をきちんと設けることによって栽培期間中小松菜大きくなります。野菜同士でお互いで風の通りを悪くさせてしまうんですね。そういう意味もあって野菜にはそれぞれ成長に必要なスペースというものがあります。横の場合だと株間、縦だと上間とか、それぞれあるわけです。で、葉菜類というんですね。小松菜は葉っぱを食べるところ、葉っぱに入りますけれども、この辺りほうれん草、小松菜、とかほとんどがだいたい15センチ間隔空けていただいて種をまいていただくですね。そのようにやっていただくとどんな野菜でもだいたい同じように揃います。はい、これで簡単に溝が切れました。全然機械とか使っていません。で、私今ゆっくりとやっていますけれども、本当に体に無理なく、ちょうどいい感じで、運動がてらにもいい感じですね。このものが一つあると便利ですね。で、これアルミなんですけれども木製、木でできているものもあります。木でできているものもね以前使っていました。それも使いやすいです。はい、それでは次は種をまきます。はい、今回使うのがこちら、坂田光杯さんの桜木という品種です。小松菜もすごいいろんな品種があります。迷ってしまうぐらいですね。でもそれぞれ種苗メーカーさんで出ているもの、やっぱり巻き時っていうものもありますが、その畑に応じてどういったものを選んでいただきたいという感じでですね、メーカーさんが種の品種改良してくれてるんですね。この桜木という品種は秋と春両方とも兼用で種がまけるんですけれども、一番の特徴は、硫黄病、白サビ病に耐病性があると。これを使ったからといって 100% 防げるものではないんですけれども、この耐病性などがないよりはあった方が病気にはかかりづらいということです。ちなみにこの硫黄病というものが多分おそらく視聴者様の中でよくコメントいただく、種をまいてから葉っぱが黄色くなっちゃうとかね、すぐなんか出てきたんだけど枯れちゃうというのが多分おそらく硫黄病だと思います。硫黄病というものはカビなんですけれども、カビの胞子に感染してしまって、葉っぱが子供の葉っぱが黄色くなったり、葉っぱの本葉大きなものが黄色くなってしまったりで、いずれ枯れてしまったりします。白サビというものは白く点々点と、なんかこう丸い感じですね、枯れかかってくるんですけども、この2つがだいたい多いです。であとはここ5番目、耐寒性ですね。寒さに強いよと。で晩抽性に優れている。晩抽性というのは要は糖が立つのが遅いということですね。寒さが来ても大丈夫だよと。糖が立ってしまう。アブラナ科っていうものはある程度暖かい時で急に寒さが来て、でまた暖かい日が続いたりすると糖が立ったりするんですね。花芽を持たせてしまう。けれどもこれはそういったものに優れてますよということですね。ちなみに種をまく時期なんですが、こちらの露地、今回畑に直接種をまきます。これ直まきと言います。で露地栽培というんですね。で暦だと、こちら、はい、10月、まあ、9月の中旬から10月頃が一番効果があると。この時期にまくとこの品種の特性が最大限活かせますよということです。今ちょうど10月の上旬中旬ぐらいになりますので、今種をまくと12月の中旬頃から収穫ができますということです。その他春にも栽培ができます。まあこれはちょっとですね、2デシリットルなので、ちょっとこれ業務用といいますか、農家が使うサイズなんですけれども、こういった品種はほとんどが葉物でしたら小袋で売られてますね。お住まいの地域で、こういった例えば病気に強いとか、それぞれ品種を合わせて、やってみてはいかがでしょうか。今はこうチャックがついているのがすごく便利ですね。これ小袋でチャックが出たらこれ最高ですよね。家庭菜園の方も喜ぶんじゃないですか、ね。昔はカンカンに入ってました。鉄の缶詰みたいな、サバ缶みたいなものに入っていたんですけど、今は缶ではなくてこういったチャック式、なんていうのかな、ジップロックみたいなものにね入って売られていることがありますが、農家としても私はこれがすごくいいなと思います、ね。もう逆さにしても種こぼれませんし、種がしけることもありませんね。さすがですね、種苗メーカーさんがこういった気遣いがすごく嬉しいです。はい、それでは種をまいていきましょう。もう巻き方はほとんどもうほぼほうれん草と同じですね。1センチの深さの溝が切ってあります。はい、ここで種を指で掴んでいただいて、ねじりながら少しずつ筋巻きをしていきます。これは筋巻きでも点巻きでもどちらでも構いません。小松菜はある程度発芽して、ね、間引いて、すごく小さなものは、ね、間引き菜としてすごく美味しいです。私も小松菜の間引き菜は大好物です。味噌汁の具などにすると最高ですね。漬物も美味しいです。意外と酢と相性がいいので、油揚げなど細かく刻んで、ね、小松菜もさっと湯がいたものを、湯通ししたもの、湯にくぐらせて、それを酢でやるんですね。美味しいです。あとわかめなんかとごまがちょっと入るといいですね。特に小松菜はカルシウムが豊富なので、ね、骨粗鬆症とかね、方にもね好まれますね。うちの母も骨粗鬆症なのでね、いろいろとこうカツオじゃないですね、カルシウムのあるものをね食べるようにね食べてって言ってます。はい。種が小さいんですけれども、ね、ゆっくりと巻いていただければと思います。最初はサラサラサラっと筋巻きで大雑把にこうなんとなく広く巻いていただく。最初からちょこちょことやるとちょっと時間かかってしまってね、じれったくなってしまいますので、最初はこうさーっと巻くんですね。でそこで間が極端に空いているようなところをあと2回目にこう点々点と落としていくとねいいです。で今これ種まくと12月頃ですよね。地域差にもよるんですけど霜っていうものが来ます。でここ近年冬がやっぱ暖かいのでほうれん草と同じように意外とこうトンネルやらなくても今のうちに種をまいていたものはで少しずつ寒さに当たったものは意外と耐寒性が強くなるんですね。品種本来のその強さっていうのもあるんですけれども、後からまいてトンネルなどをかけて育ったものよりもトンネルなしで初めから育ったものというものは意外と寒さが来ても多少上の方は茶色くなることはありますけれども下の方まで完璧に枯れるっていうのはないんですね。やっぱりここ冬暖かいからこれを食べきれなかった場合畑に余裕がある、スペースがあると1月2月3月っていうのはまだね夏野菜って作らないですよね、その頃畑に何もないと、そういった時でも収穫しきれなかったものは何も引き抜いたりせずに大きくさせたらちょっと食べきれないなとか思ったらそのままに放置しておくと春先になって今度暖かくなってくると花芽持ってきますね。寒いところから今度は温度が上がると糖が立ってくるんですね。油の中はそんな感じなんですけども大根でも白菜でもみんなそうです。ほうれん草もそうですね。でその糖が立ってきたものを花が咲く前に摘んでいただければ普通の菜の花みたいに摘み菜として食べることができます。すごく美味しいです。で花芽というものはやっぱり子孫を残すために種をつけるために花を咲かせるんですけどその花芽っていうのはすごく栄養の塊なんですね。そういうものを食べるのもいいです。今やっているものはこれ袋ですね。種が巻き終わった後は指を使って土をかぶせてます。小松菜はそうですね、油揚げなどとお酢で食べていただく、私それすごく好きなんですけど朝は味噌汁ですね。あとは炒め物にも油揚げ入れます。油と相性が抜群なんですよね。油が入ると油との相性がいいのでより腸内から吸収が良くなるんですね。自分で採れた野菜で朝食を作るとか夕食を作るって最高ですよね。いや今日は結構風が強いですね。午後から風が強くなってきました。また来週から雨が降るみたいですね。ちょっと雨が降るとの予報が出たのでそれを見計らってこれはチャンスだと水をあげる手間が省けるっていう感じで今種をまいてます。雨がちょっとしっかり降ってしまうと表面平らになすのに結構時間がかかったりしてしまったりどうしてもねこちゃついてしまうのでなるべく乾いた時がいいですね。発芽をピタッと揃えるには種をまいた後いかに表面の土を乾かさないかっていうことがポイントです。で発芽した後は地面の下の方は掘ればいつでもね一年中通してだいたい湿ってますよね。表面は白いけれども指で5センチも掘ればだいたい黒っぽいですもんね。なんか最初だけ水は肝心です。で、逆に発芽した後は水があると病気が出ちゃうんですね。ということなので、ね、水が足りなければ人工的に水を与えて補助できますけれども、これ水を引けるっていうのは難しいですよね。雨がたくさん降ってその水を逃がすっていうものは、ね、排水路を作っていただいてやるっていうのもいいんですけど、この畝自体にもやっぱ雨が降れば湿るわけですから、ここがいつもジメジメしているとやっぱ病気が出ちゃう。そうならないためにと今までずっとやってきた土作りがそこで生かされるわけですね。排水性が良くなると。雨がいっぱい降ってもすぐに水が抜けるっていうのは不織酸と、ちょっと難しい言葉をね使ってしまって申し訳ないんですけれども、まあ堆肥とか緑肥とかよく聞かれると思うんですが、 いろいろ腐葉土とかありますよね。皆さんがこう畑にとってなんだか良さそうだなと、まさにそれですね。そういったものをたくさん入れると微生物が増えるわけですね。で、微生物って目に見えないんですけれども、常にちょこ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 とね動いてるわけです。そうするとその微生物、目に見えないようなあんなに小さな生き物が動くだけで土が柔らかくなるわけですよね。微生物と植物って、あと人とっていうのは共存っていうのはね、これやっぱり欠かせないものです。よく昔は竹やぶに行ってね、白い菌糸のこんな塊、竹やぶの葉っぱ、竹の葉っぱをどかすと、堆積したものの下の方に白いはんぺんの、おでんのはんぺんみたいな厚っこい塊が出てくるんですけど、あれすごくいいんです。放線菌とかね、体に野菜にとってすごくいい菌なんですけれども、それをわざわざ集めてきて自分が作っている堆肥のところに混ぜ込んで、でそれを増やして、いい菌を増やしたものを、まあ要はぼかしみたいなものです。それを畑に入れる。そうするとそこで増えるんですね。でその微生物が活性化、たくさん動くのはやっぱ今の時期なんですね。暖かい時、気温が高いと動きます。でこれ冬になるとピタッと動きが止まっちゃいます。だから土作りというものは、寒い頃からしておいて、いざ暖かくなった時に活性化、動きやすいような環境を作ってあげるということですね。でやっぱり雨を予想して、今まあ種まいてますけれども、やっぱりそんなに雨っていうのはね、予想した通りには来るものではないですね。ということで、この種をまいた畝というものはなるべく乾かさないようにしたいわけですね。慣らしたばかりはね水分ありますけど、このままだとあまりにも柔らかすぎてしまって、表面、地表面から1センチぐらいの層、種で一番発芽した時に一番水が欲しい層がすぐにカラカラになってしまいます。一旦発芽はするんですが、その時に水がないと枯れちゃうんですね。それを抑えるために土を抑える鎮圧をしていきます。アルミの冷器があるので、これをまたやっていきましょう。これで軽くトントントンと畝全体をやっていきます。本当に軽くで大丈夫です。ぐーっと畝が低く下がるぐらい押し付けるのではなくて、なんとなく表面が平らになるようにもう叩いてあげましょう。これをやるとやらないとのでは結構大きな差があります。で、これやった後にね、水を与えて心配な方はやってあげれば100点満点ですね。で、小松菜はまだまだ種まきできます。10月、今上旬中旬ぐらいですね。11月上旬ぐらいまで大丈夫じゃないですかね。ただ山沿いの方のところはやっぱ冬が来るのがね、急に来ますからね。秋はいつまでも暖かいかと思いきや、ね、急に11月になった途端がっつりと寒さが来るとか、そういったところはちょっとトンネルが必要になると思います。いやー、まさに秋空ですね。今もう夕方になろうとしているんですけれども、風が冷たくなってきました。朝晩の冷え込みが激しいですね。で、日中が暖かい。こういった陽気というものは野菜がすごく育つに適した気候なんですね。はい、いかがだったでしょうか。小松菜の種まき、あっという間です。今3つの畝を作りました。1つの畝に対して2畳ずつ種をまいたので、合計6畳をまいたということになります。この幅60センチずつに、水を切ってある状態なんですけれども、もっと作りたい方は必要に応じて横に増やしていただく。で、奥行きが長い畑でしたらそのまま延長でもっと歩っていただければ、ね、1畳でもいいですし、ね、2畳でも、それは人それぞれ好みに合わせてやってみてください。必ず種をまいた後はここですね、通路、水が流れる道、水道です。本当にこれすごく大切です。まだ10月です。台風も来るかもしれません。台風がなくても集中豪雨などのような大雨が来ることが中にはあるかもしれません。それを後からやるとすると地面の土が硬くなってしまって、水を切る土が硬いと結構億劫なんですね。どうせだったら今柔らかいうちに種をまいた後、もう一度再確認でこちらのほうれん草の畝のようにピシッと水を平らに切ってあげることによって排水対策ができます、ね、でほうれん草と同じように私は小松菜は種はまいた後はもうこのまま何もしません。収穫まで追肥もしませんし、土寄せもしません。あと水も一切与えません。まだちょっとほうれん草も小松もね、今まだ種まいたばかり発芽していないんですけれども、種をまくといずれこのように青々とした、これ白菜なんですが、葉っぱが成長してくるわけですよね。でこのように健康に育っているというものも、畑にあるカルシウム、石灰が細胞を強くさせてくれてるんです。石灰というのはそういう働きがあるんですね。石灰分を、カルシウムを野菜も人間と人と同じように吸収して免疫力を高めているわけです。自然にこう力をつけてるんですね。であとクドと前回ほうれん草でご紹介したんですが、このように青々としている葉っぱ、これ葉緑素っていうんですけれども、この色を保つためにはクドというものが必要です。クドというものはマグネシウムです。マグネシウムも人もやっぱり少なからずちょこっとでもいいので、やっぱ必要不可欠な栄養素なんですね。そのわずかなものを微量栄養素と言います。それらを人工的にやっぱ野菜を育てるところにはやっぱり肥料はないとうまく育たないことがありますので、今はとても効率のいい与え方として化成肥料というものがあります。ただそればかりに頼ってしまうと畑の土が硬くなるというふうに言われていますけれども、そうならないために堆肥を入れたりとかね、していただくということですね。はい、ということで今日は小松菜の種まきのとても簡単なまき方ということでご紹介をさせていただきました。だいぶ日中ですね、暑さが続いていますので、本当に農作業をしつつ、種をまく前に一旦休憩をして水分補給などをして、本当に体に負担をかけずに楽しい菜園で、そして長く続けられるような菜園作りをしていってください。野菜がいい時は喜んで、ね、悪い時はがっかりしますけれども、それはそれでやっぱり自然の環境に合わせて野菜を作っていく時にはたまには取れない時もあります。その分いいものができたという時はすごく嬉しいものですね。はいということで今日は小松菜の種まきからでした、の様子になりました。今日の動画がいいと思われる方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。